そしたらキラーの鬼のスキンちょっと変えてやろう。相変わらずムキムキ。よし、早速やっていきますか。じゃあねリフトがね、丸々子さんこんばんは、いらっしゃい。こう動画以外でね結構進めて、あと残り4つなんで、これに、まあこっちにするか。最初反撃、殺人鬼の脅威範囲内にいる状態で服を3台破壊する、これにしましょう。フックを壊せばいいんでね。で、さらに、このデイリーで、フック2本破壊するっていうのあるから、効率いいでしょ。これをセットでやろう。サボタージュと言ったら、ジェイク2かな。ね、ジェイク2使っていきましょう。速くなるやつ。破壊工作の速度がそこそこ上昇する。あとじゃあ12チャージ追加するやつにするか。でサボタージュでね、フックを破壊するための所要時間は 2.5 秒だから、そこそこ速くなるから、ほんと2秒ぐらいで1本壊せる計算で、信用範囲で3本壊せばいいのね。チェック入れとこう。で、他のパークは何持ってこうかな。デッドハードと、まあな、レガシースキンだから隠密あんまり意味ないから刺すやつにするか。超アグレッシブなパークで、フック壊すわ、鬼刺すわ、負傷してんのにいきなりダッシュするわ。あー、この音はあれですね、あの YouTube の方でチャンネル登録が出たやつ。チャンネル登録 YouTube でされましたね。その合図でございます。こうやれば見えんのかな。ピカチュウ出てくるんだよ、ピカチュウね。え、あの鬼のスキンかっこいいでしょ。全身はいらないから、俺、あの、胴体だけ。顔はあのまんまで、あと血まみれの刀持ってるから、それがいいなと思って。なぎさん、ココさんの動画のおかげで、エンドゲームコラスプ、脱出成功しました。おめでとうございます。あの、反対側のゲートをね、赤ランプが点灯するあたりまで、ぐっと上げて、その後、キラーがこっちに来たのを確認して反対側を一気に開けるってやつね。あとまあ赤ランプつかないあたりまでゲージを貯めて、ちょっと離れてサバイバー、あ、じゃねえ、キラーが来たのを確認して、その後一気にガッて開けるっていうのもあるんだけど、いろんなパターンをねやってみるとね、心理戦なのでいいね。でもね、俺の参考にしていただいて脱出してもらえると嬉しいね、やっぱね。ココさんのおかげで、あの、ランク1になりましたとか、嬉しいですよ。あと何より、ココさんの動画を見て、デッドバイデイライトをやり始めましたっていうコメントもね、非常に嬉しいですね。フック3本だよね。脅威範囲内、ドクドク言ってる時に3本破壊する。そうすると俺は1万5000円ゲットすると同時に2万円もゲットできる。あとできればこの共同作業、でも共同作業あれだな、あのドワイツのアーカイブもあるからそれと同時でいいかな。今回はまあフックをとにかく3本壊すってやつですね。まあ6秒で一応完了するんですけど。あっという間。まあ脅威範囲内にいないとダメだけどね。そう、秒で稼げる、お金稼げるサポタージュ、2秒で500円ですから、時給換算したらもう最高よ。
かもフック時間経ったらすぐ回復、あの復活するし、最高のバイト、最高のバイトだけど、殺人鬼に追われる可能性がある、やられる可能性がある。そう考えると割に合わないかも。この前やっとで2回鬼に板当てクリアできました。おめでとうございます。アーカイブでね、キラーをスタンさせるっていうアーカイブあるからね。 YouTube の音突如鳴ってて草。また多分鳴ると思うよ。誰かが登録して、あと公開設定にしてると音が鳴るようになってて、まあそういう風に設定してて、次鳴った時には多分ピカチュウが画面に出てきます。マキタヌさん、こんばんは、いらっしゃい、楽しんでてくださいね。よし、あ、ロクさんありがとうございます。エール、ココさんの実況もココさんご本人も大好きです、ありがとうございます。照れちゃうなぁ。あ、エンドゲームなんちゃら、エンドゲームなんちゃら、エンドゲームなんちゃら。うん、オープンレックでのマスパチャはエール、そうだね、一応そんな感じですね。そう、死と隣り合わせのバイトよ。ちゃちゃまるさん、キラーの恨みを買うバイト。そう考えるとさ、500円だったら安いよな、安いよな。殺されるんだ、ちっさちっさ、相変わらずちっさ。あ、オファーリング持ってこなかったな、忘れちゃったよ。ボルドネースカテゴリー持ってくればよかったな。そう考えると安いよね。500円じゃ足んないよ。1本折るごとに520万ぐらいだよ。もう本当は。500万ぐらいだよ。よし、やっていきましょうか。ジェイク2でやっていきまーす。脅威範囲になったら瞬間に斧を壊しましょう。斧じゃない。わっ！ 4 人いたのにみんな離れてく。ここ壊しちゃいたいけど。静かだね。キラーは誰かな。いや、これでさ、新応範囲、追われてる。オブセッションマークの人が追われてます。いや、これでさ、新応範囲がないキラーとかだったら困るんですが。めちゃくちゃ近い位置で壊さないといけないじゃん。もしマイケルとかだったら。振りじゃねえぞ。二人負傷中。ココさん、ファイト、ありがとうございます。頑張るよ。マイケルじゃねえか、おい！マイケルじゃねえか！おい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 。俺って持ってんな。大丈夫？マイケルはやめて言うたやないかい。信用範囲がないから、壊せねえよ。壊せねえよってか、フック壊しても、判定なんねえじゃねえか。おい、持ってんな、持っちゃってんなこれな。やめてよもう。はい、50円、来た。こうほらほら、もう この距離じゃないと。ドゥドゥン、うん、ドゥドゥン。どうやって壊すんだよ。ドゥドゥン、うん、ドゥドゥン。参ったな。あ、来た来た来た。じゃあ、ここに釣られるっていう予想をしといて。おい。あ、ダメだな。寸止めできねえんだな。こりゃ、まずいですね。
非常に。ででん、ででん、どこにいんだよ。いやーマイケルワンパン、ワンパンでございます。いや無理だな。おう、フックの位置がわかるんだけど、サボタージュでね。はい、300円。さすが引きが強い。はい、50円。来るね。これはダメだ、ワンパンなんで。いやー参ったねー。来る。よりによってマイケルだよ。信用範囲が大事だというのに。助けに行こうか。ワンパンはね危ないから。ナイス、いいぞ。いやこんな簡単な、今なら壊せばいけるけど、無理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 です。こんな簡単なアーカイブなのに、マイケルになることによってもう最高難易度になる。壊させて、逃げます。わあめっちゃ見てる。ここ使おう。倒す。壊せるか、壊せるか。んー、なんもねえ。あああったあったあった。壊せ、無理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 でございます。ここはちょっと待って、チェイスしてんじゃねえんだ。いてててててて、よし倒す、今のうち。うろっ、壊せ、デッドアード一本一本いった、一本いった、危ねえ、一本いった危ねえなことある。命がけのフック壊し、いいよ、いやでーあと2本。これ最高難易度のアーカイブよ。2番目に出てくるアーカイブのはずが高難易度、もうレベル4だわ。1本目いったぞ。デッドハート使ってまで板倒して、壊してるうちに近くのフックを壊す。多分キラーはねそんな難しいことやってると思わないからね。ありがとう。これが俺のデッドバイで偉いとよ。あー来た来た、ここまた治ってるやん。はえな、僕いた。もう治ってる、もう治ってるのはいいんですけど。はい、自ら150円、ありがとう。そう、フック壊すためにデッドハード使った人はいないと思います。ありがとう。これがデッドハードの正しい使い方だ。そこにもあるぞ、そこにもあるから壊そう。残り2本だぞ。いやー、ワンパンじゃん。ワンパンは無理よ、ワンパンはきついよ。はい、50円。変なドキドキが止まらない。はい、50円、はい、50円。地下室か、開けていく。いやー多分おそらくねワンパンあるからね。ハッチがある。面白くて目が覚めた。いやこれ一回下がってからだな、レベル2に下がってこっちに来たらこの服壊して。あ、ペンちゃん
よし、奥行ったな。地下室行ってもな、フック壊せないしな。ナイス、来た来た来た、今です、今です、一本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 。あとは、あとどこ、なんか違うゲームになってるこんな遊び方あるか。あと支援範囲、支援範囲どこ、支援範囲来い、共有範囲来い、ここ、そこのゲートは開いてない、開いてないね、開けちゃおう。いや、オープンエスケープ。ああ、薩摩さんこんばんは、いらっしゃい。フックがあるよ、フックがシェフにあるね。オッケーオッケー。これはね、脱出するゲームではございません。脅威範囲内でフックを壊せるか。来た来た来た、使用範囲全然ね、もうなんかダースベイダーみたいな吐息しか聞こえねえじゃねえか。あんな状態でフック壊せるか、3本も。今2本なんだけど。よしよしよし、いいぞ、さあ来い来い、シオン範囲来い、脅威範囲来い、来た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 、サボン、一本、サボンサボン、これで3本いけるか、クリアになってるかな、これで3本よし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 はい、アイムリー、脅威範囲内でフック3本破壊するデッドバイデイライト。うきた、あ、2本、これはね、デイリーね、デイリー、これデイリー、デイリーでございます。さあ、アーカイブはどうなんでしょうか23,760円脱出するゲーム変わってしまったわ違う、違うゲームだった、そうじゃない、そうじゃない今日おかしいでしょ、だって脅威範囲、さあ来い、脅威範囲が来い、脅威範囲が来い、さあ壊す壊す壊すっつって壊すっていう。はい、クリアしてますね。こんな高難易度クリアできっかいや、簡単なのよ、だって最初のね、1個、2個目だから、2個目、2個目だから簡単なやつなのよ。簡単なはずなのに、マイケルを引いたことによってもう激ムズになってしまう。アーカイブをクリア、おめえ、ありがとうございます。アイムフリー、ナイスです、ジジイお兄ちゃん相手にココさんのなせる技めっちゃ楽しく服破壊してたな。もう途中ね、一本一本一本っつっておかしいよ、普通逃げる、逃げるあれだからね、これ逃げるゲームだからね、なんならこっち来いこっち来いみたいなねよーし、じゃあ続きやっていきましょうか。なんとかクリアしたぜ。次、ハントレスもあるんだよね。ドワイトにしようかな。ドワイトで行こう。ドワイトで発電機2台の修理を完了する。これやっていきたいと思います。これはいけるでしょ。で、おかしくない？だって、おかしいよね。普通さ、こっちの方が難しいんだから。ね、こんな、最後の方にあるってことは、こっちの方が難しいのに、なんでこっちの方が難しいことになってんの発電機2台ね。とにかく、ドワイトで、豆電球で、発電機修理すりゃいいのね。で、今回、さっきスキンゲットしたから、新しいのつけとこうよ。おしゃれなやつ。
あったあった、これで行こうか。あったあったあった、この鉄のエンティティの抽象芸術、芸術よくわかんないやつ。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、くるみ、くるみが入ってる、中に腐ったくるみが入ってる、食べれないくるみが入ってる。これでいこう。豆電球一回お休みで、パークどうしようかな。ジェネレーターをチェック入れとこ。はい、ジョイナロビー。ジェネレーターをね、修理すればいいので、まあ、デッドハード。てか、あれだね。さっき、フック壊すためにデッドハード使う。普通ね、攻撃、まあ、チェイスするための使い方なのに、フック壊すためにデッドハード使うっていう。頑張ったわ。頑張ったな。じゃあ刺すやつだな。刺すやつと、久しぶりにじゃあ内なる力でも持っていきますか。内なる力、どうしようかな。工具箱持ってく。工具箱を持っていって、ジェネレーター修理を、なるべく早く。これかな。修理速度がそこそこ上昇する。これ使っていこう。Windows Opportunity。で、いっか。これでいきましょうか。目標カテゴリーはないかな。あったあった、これにしましょう。ジェネレーターはね、目標カテゴリーのブラッドポイントになるので、これをつけて共同作業、これもおそらくクリアできるんじゃないかな。と、発電機2台ね、とにかく2台回しきる。これでやっていきましょう。おはげじゃない、ドワイトの服かっこいい。ちょっとおしゃれになったよね。ココさん、豆電球のイメージあるから違和感。そう、新しい使い方よ。デッドハードを、フック壊すために使うやつなんていねえから。なんなら、信用範囲まで近づいて、さあ来い、さあ来い、マイケル、信用範囲、脅威範囲を俺にくれ。はい、ボーン、イボーン、はい、ボーン。よくクリアできたな。お豆さんいらっしゃい。初生配信嬉しいです。ぜひ楽しんでてくださいね。おしゃれドワイトでやっていきましょう。フック壊してからのデッドハードはお茶吹きかけてしま吹きかけてしまった。いや、あれいい考えだったよ。一発食らってね。こっち側に寄せて、板倒して、こう回り込まないと、ね、追いつけないようにして、まあ壊さざるを得ないでしょ。もうその間にフック壊すんだ。ちょうどいい信用範囲の場所にあるし、板壊してるってことは移動できないでしょ。信用範囲そこにあるでしょ。はい、壊す。まあここで壊します。で、絶対近づいてくるんで、そのタイミングでデッドハード。完璧よ。完璧。もう瞬時にそういう判断ができるね。サバイバーに皆さんなりましょう。そうするとね、マイケル、難しいアーカイブもクリアできますんで。 MK さんこんばんは、いらっしゃい。ココさん見ながら寝落ちする。ゆっくり楽しんでてください。ミーさん、マイケルであのアーカイブクリアする人いないと思う。いや、だと思うよ。いないよ。まし、その、アーカイブクリアして脱出する人はいないだろうね。難しかった。作戦勝ちですね。その通り。
3本いったからね、3本ぶち折っていったからね。マイケルもびっくりしただろうな。いやまずさ、マイケルは多分なんでっていう、なんで服壊してんって思ってると思うよ。相手には伝わらない俺のその大変さなんで壊してるみたいな。あ、なんだよなんだよ、またかよ。先に吐き出しとけてだから。絶対相手には伝わってないから。板壊してさ、視界がね一瞬こう下に向くんだけど、で壊し終わった後にこう視界がこうふって上に戻るでしょ。そしたら なぜかフック壊してんの、ジェイク・ニーが。レガシースキーのジェイク・ニーが、え、なんでなんでっていうで、まあ一瞬よぎるよね。あ、なるほど、そこでダウンされても、なるほど、そこで壊すことによってちょっと妨害したいのねみたいな一瞬なってたとしても、まさかのデッドハードで逃げていくおお、チェイスするんかいみたいなね。全て予想外。でも実は俺はそういうアーカイブをやってたんだよっていう、ちょっとキラー側に伝えたいねこれは今までで一番なんかキラー側に思いを伝えたい気持ちになったデッドハード本当につぼる。デッドハードのいい勉強になりました。よくいけたな。瞬時の判断で次回に持ち越し。アボカドさん、生配信初めて来れました、感無量です。ぜひ楽しんでってくださいね。ドワイト、おしゃれドワイトで発電機をね2つ修理完了するとね2万5000円ゲットできるんで、ティアもあとちょっとで上がりそうだね。そうすれば鬼の新しいスキンが、あとオリックセル65あれば買えるから、ちょうど買えるかもしれない。そこまでいけるかな。できればアーカイブあと3つ。でもね、あともう一つがさ、そのトーテムを15個壊す、15個ナムするってやつだから、1つのマッチにつきねトーテムって5つ生成されるから、最低でも3マッチしないといけないんだよね。めんどくせえな、3マッチか。トーテム増やすパークねえのかトーテム1個つけたら5個増えるみたいな、ニョキって出てくるトーテム増やすパークねえかなそれとあとハントレスだね。ハントレスでハチェットで3回当てるやつだったかな。それはまあ多分1試合でクリアできるんで、できればこのライブでねクリアしちゃいたいなと思うけど、そう、発電機回すバイトをやっていきます。気持ちが楽だよね、さっきに比べたら。脅威範囲マイケルがさ、マイケルの時点で脅威範囲が聞こえる位置でそのフックを壊すってことは、もう確実に近くにいる、一撃食らうっていうのが確実な状態でね、フックを壊さなきゃいけないっていう、さっきのアーカイブをやった俺からしたら、発電機を2台直すって生ぬるすぎる生ぬるいアーカイブだ。ありがてえ、ありがてえよ、そういうアーカイブの方いいよ一回クリアしたアーカイブでもまたできるの知らなかったです。でもあれじゃなかったっけ、ポイントって入るんだっけ。一回クリアしちゃうともうポイントって入んないんじゃない。え、入んのかな。まあティアはもう絶対手に入んないけど、さっきの試合はココさんがフラグ回収の巧みすぎた
確かに確かに、やめてよ、マイケルだけはやめてねってやめなさい、やめなさい、おかしいだろ、やっとロビーに入ったのに。なんだよ今回雑談っていう、運よくも雑談っていうタグにしてるから、ハッシュタグにしてるから雑談していいけどさ、マッチングしてくれ。はい、やめて ポイントはなしだったはずですね。そうだよね、さすがにね、ポイントが入るってなるとみんな一番ね簡単なやつで稼げるやつを選びまくるだろうから。ああ昔のやつはそうだね、昔のあのクリアしてないものはポイントもらえるはずですね。そうそう、だからやってない人とかは昔のやってもいいかもね。全部こうアーカイブ、まあレベル1とかクリアしちゃってやることない時とか、レベル4とかレベル3だと6万とかねザラにあるから、まあ多少難しいですけど、難しいけど、さっきのマイケルのやつに比べたら余裕よ。おかしくねえ、だって あんなに難しいプレイして1万5000円しかもらえねえっておかしいだろ、おかしいおかしすぎる、それこそおかしいよそう、期待させといてさ、やめて、普通にマッチしてよ。おはげちゃんを眺めるゲーム、今回はね、ちょっとおしゃれなドワイト、新しいスキン手に入ったんでね。この魔除けもね、なんかよくわからないエンティティの抽象芸術、腐ったクルミみたいなやつと、あとコイン、このコインはいいんだけどね。あと雪の結晶、これかわいいでしょこれ。でも胸ポケットにちょっと見えない、胸ポケットになんかつけてるって言うとしたらちょっと隠すんじゃないよ。あ、これこれこれ、胸ポケットに、なんだこれ、あ、見えねえな。あれで動画が1本作れますね、確かに。俺なんか今あげようかなと思ったわオープンレックのこの生ライブもその動画でね、たまに YouTube に生に載せたりするんですけど、さっきのは載せてもいいぐらい面白かったな載せようかな、また違ったデッドバイデイライトだし、面白い、いつものなんかちょっと違う面白いデッドバイデイライト。そう、別のキラーだったら簡単だったよ、もちろん普通に。例えばなんならリージョンのさ、全マップに響く脅威範囲、信用範囲がなるやつとかだったら、あれ使ってる間にフック壊せばいいから、そんなのでも1万5000円だし、マイケルみたいな使用範囲ないやつでも1万5000円だし、それはもう運ですよ、運。俺はその中でマイケルを引いたキラーがね16体ぐらい、12体、あんだけいる中で俺はマイケルを引いた、そしてクリアをした面白いね、面白いわ。あ、マッチングしそうですね、頼むぞ、いいぞ。エンティティも雑談を楽しんでる、
フェンちゃんばっかり。ごめんね、フェンちゃん、俺も使いたいところだけど。いいね、なんか全種類いるね。ウザミンフェンちゃんと、ドスケベフェンちゃんと、鬼のフェンちゃん。俺も使いたいけど、ちょっと今回はドワイト。ドワイト使ってね。発電機2台修理完了しないといけないんでね。いやー、気持ちが楽だな。気持ちが楽。自ら高難易度にしていくアーカイブクリア。あれでもレベル4で出てくる レベルよ、本当に。最後らへんで出るやつよ、あんな。でみんな結構嘆くやつよ、あれ。無理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 みたいな。マイケルで、マイケルの信用範囲でフック3本壊すっていう。無理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 って。やめてやめてやめて、このアーカイブやめ、や絶対無理、やめる、避けていくって。あ、違うの、そこでクリアしようとするココさんがすごいの。なるほどね。クリアしてったってからな。くじ運いいですね。くじ運いいのよ。いや、フェンちゃん使いたかったですけど、ドワイトでやっていきましょう。ハーレムだね、確かに。伊藤さん、こんばんは、いらっしゃい。さあ、発電機。発電機2台。2台修理します。まあ、あ、直してる。これってさ、2台分のゲージ、どういう判定なんだろうね。ナースか。その修理完了した瞬間に触ってれば判定になるのか、このやっぱゲージ分になるのか。はい、300円。はい、50円。工具箱壊れるの早くなったね。どうなんだろうね。これで1台分になるのか。よし。中央の方いいな。そっちいる。中央行こう。どういう感じなんだろう。もしゲージ分だとしたら、まあこれぐらいだよね、きっと。さっきフェンちゃんちょっと修理してたから、きっとこれぐらいで。チェストがある。さあ、工具箱来い。お弁当箱来い。はっはっは。持ってんのよ。俺が持ってんのよ。持ってる男よ。はい、50円。エイドキット来いって言うとエイドキット出てくるし、工具箱来いって言ったら工具箱出てくる。いいね。どうなんだろう、これで。まあ一応ゲージ分だとしたら、これね、1台分だとしたらもう1台分ぐらい直してるつもりなんだけど、一旦離れます。奥行った。あ、宮田かな。よしよしよし。はい、リペア開始。すごい。さすが。その能力欲しいな。いや、残念ながらね、これね、俺しか持ってないのよ。これ、俺専用のパークなんでね。はい、300円。やっぱりね、日頃の行いがいいとね、そういう能力も手に入るんですわ。はい、300円。持っちゃってんね、持っちゃってんね。あ、ゲージ分？よし、オッケー。まあ、つけた瞬間なのであれば、これで2台分ね。で、ゲージ分であれば、もうちょい触れば、やれたか。一応、保険で、ここも修理しとこう。
順調順調。はい、300円。多分もうゲージ的にもいい気がするけどね。助けに行きます。足跡つけてるな。助けまーす。おしゃれドワイツがフェンちゃんを、ナイス。二人いるから一気に行こう。大丈夫か。はい、フェンちゃんの背中から150円。多分もう大丈夫だと思うけど、残り1台いるね。追われてる。そこ直そっか。お、もうちょっとで直りそう。はい、50円。皇帝ペンギンさん、こんばんは、いらっしゃい。絶対獲得できないパーク。日頃の行い悪いの。よし、まあさすがに多分これクリアできるべ。でナースなんで、あ、呪いのワンパンはなし。ゲートに向かいます。先に回復してあげようかな。ウサ耳、ウサ耳フェンちゃん、大丈夫かい。これもクリアできるかな。フェンちゃんの背中から50円。はいよ、開けちゃおうか。オープンエスケープ。滑舌良くなるバーク探すんで、早速噛んでやないかい。運のパークのティーチャブル解放してください。いい取引だ。それはいい取引だな。おしゃれドワイツで、イエーイ。 OK ですよ、開きましたよ。一人がちょっと負傷中だな。大丈夫かな。トーテム壊してる。俺もトーテム壊しちゃおう。クリアできそうですね。はい、ダム先月来てる来てる。あ、いた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 。カバー入ろうか。よし、ドスケベフェンちゃんの背中を守っていく。いいよ。さすがにこの足跡でウサギが食らった。あ、まずいな、そのやり方まずいよ。いいよ。 NO 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 NO。 ここをまずが無理か。よい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 、痛い、ダメか。あー、ダメだー。あれね、ライトで照らさないで。ダメだ、アイムフリー。ご清潔。よーし、デイリーもクリア、オッケー。ダメだ、フェンちゃん、ドスケフェンちゃんが。あ、いいですね、アーカイブもクリア、順調でございます。2963円。いいね、アイムフリー、ありがとうございます。
アイムフリー。あれね、ライトで照らす、まあナスターンさせたいっていう気持ちもわかるけど、まあ3人だからなんかフェンちゃんの周りを肉壁して、その攻撃した瞬間にフェンちゃんは脱出狙うって感じの方がまだ簡単だったかな。あとね、あと多分1回肉壁すれば間に合ったような気もするけど、よしこの名前フェアフィールドで修理、ドワイトじゃないんだね、フェアフィールドで修理、クリアでございます。次これよ、トーテム15個浄化するってことは、あと3回やんないといけないな。ハントレスからやる。ハントレスの手斧で3人の生存者に攻撃を命中させる。これでやりますか。ハントレスやろう。クリエイトアロビー。あ、これね、鬼の最強、もう強すぎるパーク構成ね。最新作 YouTube で見てない方はぜひ見てってください。ハントレス、久しぶりだな。何つけてこう。なんだっけ、3回当てればいいのね。あ、いいね、1本増やして、オーラが見えるのもいいね。まあ、重傷にさせるやつにしますか。とりあえず、いっぱい斧当てていこう。ナースコール。ナースコールいいかな。重傷ついてるから。ナースコールと、あと視界広げようかな。あの、目に優しい。視野が通常よりも15度広がるってやつ。これつけていこう。はい、クリエイターロビーとバーベキュー&チリと、これをじゃあ破滅にしますか。これでやっていこう。アーカイブクリア、やった。アーカイブクリアしました、ありがとうございますね。トーテム15個って意外と時間かかるよね。最低でも3回やんないといけないからな。3回以上だな。だって全部壊せるとは限んないからね、5個。5個壊すのは無理よね。誰か絶対1個は壊すから。そしたら4回5回 ?4 回5回もやんなきゃいけないの？藤香さんは誕生日にココさんの生配信見れて見に来れて嬉しいです。いつも笑いをありがとうございます。いや、お誕生日おめでとうございます。ぜひ楽しんでってくださいね。鬼の強強パーク今度試してみたい。ぜひ、めちゃくちゃ強いんで、おすすめですよ。あれ見た人が増えればね、絶対はやるから。でもし運営さんにあの修正されたら、俺のせいだなって思ってください。難しいよね、こう世に出せば知ってもらえるけど、修正されてしまうかもしれないという、せっかく考えたのに。優しいムスカ好き。ムスカシリーズね、ハントレスでやった回だな。3分で終わらせるってやつ。アーカイブ終わっちゃったら今日のライブ終了ですか。そうだね、とりあえずアーカイブをやったら
よーし、やっていきましょうか。シェルター撃つ。久しぶりのハントレスでーす。3回 ?3 回当てればいいのね。どこかな、しっかり見ていこう。じいちゃんがいる。あ、いた。回ってる。じいちゃんがいる。どいどうしたんでございますか。負傷してますな。あー、いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。ここにもいるよ。いるだろ。いた。後ろにもいるからな。一旦ここは。さあ、どこだい？いるね。離れていった。ロッカー入っていく。あ、オブセッションマークの人をね、追いかけてるとさ、あのチェイスしてるって分かっちゃうから、あのオブセッションの人あんまりむやみに追わなくてもいいかも。あとはこっちにね、クエンティン・スーミースが逃げたのよね。あと2回当てればいいのね。来ねえか。いた。オッケー。よし。あ、じいちゃん、いいのかい。ごめんよ。じゃあケイト先に吊るすわ。じいちゃんどうした。じいちゃんどこ行った。じいちゃんの声だけするぞ。じいちゃんの声だけ。じいちゃんどこ行ったんだよ。あ、もう3回当てた。じいちゃんがちょっと見当たらないんで、声だけするんで。いる、助けに行きたいだろ。治ってるね。どこに行くんだね。助けに来るな。ミヤちゃんから行くか。待てー。いいよ、血の渇望。ごめんよ。さあ、もう一人、クエンティン・スミス。じいちゃん、あ、じいちゃんおる。じいちゃんがね、こう担げないのよ。こう下に入ってるから。じいちゃんが、まあそこでちょっと、あ、いた。いいねー、いいねー。一発。こっちにもじいちゃんがいる。いや、じゃあ待て。惜しい。ああ、ごめんよ、すまね。こんにちは。ああ、ごめんよ、すまね。失礼します。3回クリアできましたね。はい、左肩タイムー。よーし、ここにいっぱいいるんだが。じいちゃんが変なことになってる。じいちゃん全然進んでねえじゃん。担げるかな。なんかバグってない。おじいちゃん救出しないと。よーし、大丈夫か。今救出してやる。
よしよし、大丈夫、大丈夫か、今楽にしてやるからな。よし、はーい、お疲れさーん。おい、ごめんよーと言いながらぐさぐさ。いいね。15,325円。いいでしょう。おお、クリアしたね。で、基本的にはこうキラーやった時はサバイバーのポイントを抑えつつ自分がね高得点を取ると、まあ、よりいい立ち回りできたって感じかな。よーし、ハントレスのアーカイブクリアー。じいちゃんを助けてあげて。助けました。じいちゃん埋まってたんで。埋まってました、じいちゃん。25,000円ゲット。いいね。さあラスト、トーテム15個。一応なぜか2つね、もうすでに俺クリアしてるんで、あと13個だ。13個。いやちょっと待ってよ、13って結構かかるやん。ティア解放しまーす。25、オーリックセルゲット。足りないね。ちょっと今回じゃここまでいかないとダメだな。鬼のスキン解放できないですけど、まあ次回以降 YouTube で上がる時には鬼のスキンも変わってるかもしれません。ナイスです、ありがとうございます。相変わらずハントレスうますぎてかっこいいです、ありがとうございます。ジージー、ココレモンさんのキラーは爽快感があって好き、ありがとうございます。ジージー、さすがです。試合展開早すぎてココさんのポイントも抑えられてしまった。サクサクですね。久しぶりのハントレスでした。いっぱいね、名前の通りハンティングできたんじゃないでしょうか。次はトーテムね、トーテムを壊さなきゃいけないんで、じゃああまり使わないパークですけど、小さな獲物つけてく。ほんと昔にね、トラッパー対策でつけてたような気もするけど、ほぼつけてない。これつけようか。じゃあね、45度以内かつ12メートル以内にある殺人鬼の罠やトーテムの方向を見ると警戒音が鳴る。まあ10秒のクールダウンがあると。まあトーテム要は探しやすくなるってやつね。ほとんどつけないけど今回これつけてこう。あ、小さな獲物つけて地雷プレイしてました。どうしてもね、アーカイブクリアしようとするとね。ジージー、ありがとうございます。順調じゃない、なんだかんだでアーカイブ達成率 100% やん。いいね、いいね。残り13個だから、まあ1回に5個壊してもあと3回やんなきゃいけないから、もうとにかくちょっとトーテムをひたすらトーテムを探して、その遅れを取り戻すために発電機修理の速度を上げとくと。それでいこう、目標カテゴリー。かわいいフェンちゃんで、スキン変えようかな。うさ耳にするか。いや、カチューシャ
カチューシャのフェンちゃん、ザ女子、ザ女子フェンちゃん、これでいこう。あ、トラッパー対策とルイン必須だった時に重宝しました。確かにね。ルトセさん、最初はどうなるか思い、どうなるかと思いましたが順調ですね。あのマイケルの時ぐらいよ、俺がやべえなと思ったの。こりゃ一発クリアできっかなっていう、ちょっと危機感を覚えた。マイケルぐらい、あとはまあ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 いけるでしょ。トーテムモニモニ試合です。5つ、確かね、うん、5つだよね。5つ生成されるからもうすぐ壊しに行こうよ。あの小さな獲物、これね、小さな獲物を頼りにっていう時に限ってな、なんかすぐ見つかってチェイスしなきゃいけないっていう展開になるんじゃねえかなって俺はヒヤヒヤしてるよ。内なる力のセットはどうでしょうか。内なる力持ってく、まあ、デッドハードはちょっと取っといて、都会の逃走術の代わりに内なる力。あ、これね、この調剤学っていうのも意外と面白いんだよね。これチェストの調査速度が 80% 上昇して、まあ、物音を聞こえる8メートル減少すると。で、最初に必ずその非常用医療キットが確定なるんで、なんだろう、セルフケア兼なんかチェスト探すのにちょうどいいみたいな。この調剤学とコソ泥とか相性いいかもね。コソ泥パーク、これコソ泥の本能。フェンちゃん、内なる力持ってないじゃん、意外と。意外に持ってないんだね、フェンちゃん。女子力高めのフェンちゃん、そう、高いよ、女子力高いしさ、チェイス力も高いしさ、タゲ取り意識も高いしさ、高い系女子よ、意識高い系女子、セミナー、怪しげなセミナーとかに出ちゃう系女子よ。それは嘘だけど、これでいこう。でもセルフケアあった方がいいかな、セルフケアにしよっか。さすがココさん。よーし、やっていきまーす。一人だけあさっての方向向いてますが、やめて、もうチェイスフラグだよ、もう本当にね。こういうなんかトーテム壊すだけでいいんだってこう気が楽になってる時になぜかめちゃくちゃ見つかるっていう。いや偶然だけど、確かになんか見つかりやすいスキンにしちゃったな。よし、かわいいフェンちゃんでやっていきましょう。トーテムを壊します。ひたすらトーテムを壊す、やっていきまーす。私が一番かわいいからね。はい、トーテムどこだ、小さな獲物。またナースじゃん。そして小さな獲物のパークを頼りに。あった、あったよ、あったよ、見つけたよ。トーテム破壊するのにこれ何秒だ、10、あ、あったよ、あったよ、いやこれだよ、これに反応してるよ。あ、はい、ナム先月1個取られた。
俺のトーテムが。あとは頑張れ。あったよ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 。2個目3、4、5、6。いやーまた反応したよ。それでこれだよ。はい、ナム先月だいたい12秒から13秒ぐらいかな。やばい、バーベキュー&チリだな。離れまーす。バーベキュー&チリがついている。バレないようにね、今のうちに回復。遠くに話したから。どっか調べてる。次どこ、次どこ、こっち来んのかい、こっち来んのかい。いないよ、俺いないから。はい、回復 OK。 どこだ、あと2つあるはずだぞ。あと2つある。小さな獲物を頼りに。ちょっと直しとこう。フェイク発電機作っときます。あったあったあった、あったよ。俺の方が先に見つけたよ、パークより。反応する前に俺見つけたぞ。はい、やられた。よしよし、なんだ、あったよ。それだよそれだよ。何回分かってるよ。はい、全決。さあ残り1つ。下ろした、ちょっと助けに行こうか。おっとっと、あ、無理だな。つけちゃおう。つけちゃいます。プレッシャーかけます。よし、 OK。 さあもう一つあるはずだ、もう一つあるはず。地下室。あれ、あ、これはあれだな、破滅のやつだな。あ、まずい、まずいまずいまずい。捕まった。真ん中だな、真ん中。足跡がついてるんで、ちょっと待って。展開早くね。いけんのか。もう一つ中央あたりにないかな。なさそうだね。修理しようか。一応3つ壊した。はい、300円。いいよ。はい、300円。はい、300円。パークよりも高性能。それだよ、あったよ。寝る方を休みなさい。なぜか片言。What?はい、50円。いいよ、残り3つ。メグちゃんがいた。もう1つ、でも壊したかな。壊してれば反応しないからね。3つ、これでも3つだもんな。あと10個か。つけちゃおう。相変わらず牛が来ている。追われてるね。つけちゃいまーす。ゲイ。あとは追われてるね、メグちゃんが。残り2つ。そこにあるからそっちじゃないな。もう直しちゃおう。誰かいる近くに。はい、300円。
忍者ロッカーしとこうか。ドイツ何やっとる。あーこのタイミングは気づいてるかな。気づいてないね。ドワイツがバレる。よっ危ねえ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 。雰囲気気づいてんのかと思ったわ。気づいてないふりするパターンのやつかと思った。もう一個は壊しちゃったかもね。もしかするとパークが反応しないんで、ここ直しちゃおう。テスト開けちゃいまーす。うん、これで合計5個になってるはず。ライトだ。こっち来てる。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。バレないように。はい、300円。あの牛あるでしょう。あの牛にね、ハントレスのハチェット当てるとね、めっちゃ動くんだよ牛。ブーンってレッドバイデイライトの秘密。ジェネレーターの方に来んのか。できればまあジェネレーター。よーだ、当たんのかい。あ、反応した。ちょっと待って待って、反応した、反応した。あそこにあるわ小さな獲物が反応した。あそこにあります。もう一つあります。見つけたぞ。ただじゃ食らわない。ナースコールありそうで怖いね。あー分かってるな。来てる。ちょっと待って、後ろ見ながら飛んでくるよ。向かう。デッドワードが間に合わなかった。あったよ、あそこにあるよ。チェイスするときはナイスー。あったあったあった、これだこれだ。あったあったあった、見つけた。回復しよう、先に回復回復回復。あ、反応してる反応してるあったよ。これは壊したいね。やめてやめて、俺トーテムも壊したいだけなんで。はい、自ら150円。いいぞ。お、これでもしあれがワンパンだったらめちゃくちゃいい仕事するじゃん。相変わらず怖え。よしよしよし、ゲイ。反応してる。普通のトーテムだ。ってことはワンパンはなし。これで4つ壊せるぞ。分かってるよ分かってるよ、あんの分かってっから。あ、来た来た来た。アイダム先月これだけですまたギリギリまたギリギリや。マイケルと一緒やないかい。開けまーす。負傷してるときは開けちゃって OK。 吊るされてるときはまあ寸止めでもいいかな。大丈夫、メグちゃんが追われてるかな。どこだ。あ、いた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 。いける。こんにちは。いけるかな。あ、いたいたいた。あ、でも負傷してないや。ならいける。よーし、してましょう。アイムフリー。
トーテム4つ壊せたよ。19,463円。いいね。ギリギリに愛されてる。またギリギリの。あ、いいね。残り9個。残り9個でございます。もう一丁いこうか。いけるかな？順調にいけば。順調にいけばクリアできそう。で、また発電機修理する速度を上げといて。よいしょ。残り9個だからね、絶対あと2回はやんないといけない。アイムフリー、ジジイ。アイムフリー。だから最低でも1試合1個まで誰かに壊されたら終わりだな。2個以上壊されたら終わりだ。3回やんないといけなくなっちゃうから、もうすぐにもうトーテム、小さな獲物を使ってすぐ探さないと。もう絶対壊させない。誰にもトーテムは壊させない。私のトーテムだ。私のトーテムだ。アイムフリー。GG、ありがとうございます。4つ壊せたのは大きかったね。そう、壊しながらも反応するからさ。分かってるよっていう。分かってるよ。そこにあるの分かってっから。分かってますからみたいなね。残り9個か。15個じゃなくてさ、10個ぐらいでいいんじゃない？ 15 個にしなくてもいいよね。トーテムにココレモンって名前書かないと。確かにこれ俺んだからなっつって、誰も壊すんじゃねえぞ。壊したやつから俺が鬼になってさ、倒していく。壊したやつ覚えておくからな。俺のあの真の鬼パークでどんどん切っていくからなっつって。あ、刑事の直感もいいですね。確かに発電機がつくとね、場所がわかるから。でも多分発電機が1つつく前にこの小さな獲物で探せば3つは壊せる気がするから、3つ4つ。確かに刑事の直感をつけていくっていうのもありだ。一発でね、発電機とチェストとトーテムの位置がね、わかるからね。あの発電機を修理すればするほど強くなる、ドスコイ姉ちゃんの回で紹介したんですけど、ルイン壊したのこいつって名前の人とプレイしなくちゃ。いたねー、あれは怖いよ。キラーがやたら俺のこと追いかけてくるなと思ったらね、隣の人がもうそういう名前だったから、ルイン壊したのこの人ですみたいな、俺じゃねえよ、俺じゃねえっつって、リージョンに追いかけられました。めちゃくちゃナイスアイディア。せっかくだからじゃあつけてくか、刑事の直感。
これにしよう。そうすることによって取りこぼしはなくなるね。マッチングやっぱ遅いな。やめて、エラーはやめて、エラーはやめて。きた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 。まあ、最初に2つ3つぐらい壊せれば、で発電機がこうついた瞬間に残りの2つ分かるみたいなね、そんな流れでいきましょう。ゲイ。よーし、フェンちゃんとケイトとジェイク兄とフェンちゃん、やっぱり一番かわいい、やっぱり一番かわいいよ。残り9個、4個は壊さないと、4つは壊さないと。最低ノルマ4つ、5つ中4つ、めちゃくちゃ厳しいな。5つ4中はめちゃくちゃ厳しいよ。フェンちゃんが一番かわいい、私が一番かわいい。よし、やっていこう。おぞましい貯蔵室。このマップはね、トーテムがね、ハントレスだ。変なとこにあるからね。チェイクに近いぞ。なんで、なんでわかったんだよ。離れます、やめて。チェイスしたくない。今はチェイサク、チェイスじゃない。あったあった、1個目。よしよしよし、いいぞ、いいですよ、頑張ってください。ありがとうございます。わかってる、わかってる、ここにあるのわかってる。取られないようにしないと。そうだね。はい、先月ナム。結構ね、不思議な場所にあったりするのよ、こうマップの端とかね、マップの端にあったりするからよーく見ていかないと。ない、奥に行きます。堕落の介入でロックされてるね。いいよ。まあでも勘のいいハントレス、最初真っ先にこっちに来た。ここは上は上はないかな。やばいやばいやばい、時間の経過とともにトーテムがなくなっていく。私のトーテムだ。あー、ロックされてる。あった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 、あったよあったよあったよあったあったあった、よしよしよし、パークより先に見つける。こうします。この真ん中はちょっとめんどくさいから。ああ、分かってるよ、分かってるよ、分かってるよ、いるね。はい、ナム先月。あとはここにもありそうだな。いや、マップの端か、マップの端ない。走れ走れ、どんどんナムしていけ。一人食らった、意外と意外とかかったね。うまいうまい。あー、まずい、チェイクニーがない。ここら辺はこんな端にあったりするけど、1回目。バーベキュー&チリ持ってるな、持ってるね。来た来た来た、おお、一発。発電機ついたらその瞬間で見るぞ。やっ、デッドアド、危ねえ。
こっち来る。板があるけどこう弱いな。倒す。あーいてー、当たんのか今の。モギモギしてんのに反応してんのよ。ちゃんさんこんばんは、いらっしゃい。あったよ、分かってるよ、じわる。目の前で反応するからさ。よし、あと刑事、あ、来た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 。ここだな、ここに1個だな、ここに1個と、いや、あと1個しかねえじゃねえか。あ、上だ上だ、あったあった、2つ見つけた。ここでございます。2階だね。いやー、でもあの中央は一番難しいね。で、バーベキュー&チリで俺の場所が分かっている。え、でいいじゃん。違った。え、なんか今あったように見えたんだけど、チェストだったのかな。いやー、あと一つか。あそこの中央も修理したいな。ここ直そう。直します。もう一回刑事の直感、もうフェンちゃんの直感を発動させる。来た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 。あの動きは？あの動きは同じくトーテムを探してるんじゃないか？回復して。ありがとうございます。壊されたかもね。どうなんだろう。ああ、終わったか。パークと勝負してる。俺の方が早い。俺の方がトーテム探すの早い。はい、300円、残り半分でフェンちゃんの直感が発動する。中央に一つあったのは確認できたんだけど、あと3つ、壊されてなければあと3つあるはずなんだが、どうだろう。おい、1個。うん、やっぱりあと1個しかないな。やべえぞ。そうなってくると3つじゃん。来た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 。そうなってくると3つなんだよな。3つか。こっち来る。はい、分かってんだよ、分かってんだよ。4つなんだけどな、ノルマな。2回で、あと2回でクリアするってなると、そう、フェンちゃんの直感。はい、ナム先月。そこの中央直しちゃいたい。ん？ハントレスの鼻歌ね。前は向かってくる方向から聞こえてたけど、今全体から聞こえるようになったからね。エリートお兄さん、来るの遅くなっちゃったけどアーカイブ見ます。こんばんは、いらっしゃい。楽しんでってくださいね。二人負傷中。これでもう一回あのフェンちゃんの直感発動させて。来んなよ。はい、300円。奥にないかな、奥。あれ、ゲージ全然進んでなくない？気のせいか。 OK。 こっちか。こっちにまだ反応してないものがない。ないの？怪我してる。やっぱないのか。3つか。3つ。チェストはいっぱい分かるけど、開けてこう。はい、1回目、助けまーす。ライト、あ、 YouTube の方でチャンネル登録
しましたね。ロッカーで補充している。助けます。上にいる。あー、鼻歌伸びてきた。大丈夫？大丈夫じゃないね。ここも直しちゃいたいね。まあそのままちょっと放置して直した方がいいか。残り2つ。だ全然違う。キンドレッドで俺んとこ来ない。助けに行こう。まだ1回目だからね。ピカチュウかわいい。やっぱ壊されてたか。壊しちゃったのねみんな。おっと激しい。またライト出てる。ここもあるんだよね。まずい。まずいな。まだ2回目。決死の一撃はないみたい。50円。あー、めっちゃ大丈夫かな。もう一人の人が怪しいぞ。こっち来る。あ、バレたかな。大丈夫だ。救助して。いいぞ。戻っていく。こっち先に直すか。本当はあの中央がそこの木のところにあるやつがいいけど。ああ、次はマップ持って先手必勝。確かに。マップもいいね。ただ、ケージの直感がね、発動しないと。3つか。復活しねえかな。トーテム。トーテム、ニョキって出てこねえかな。はい、50円。ここつけちゃおう。でね、ちょっと俺心配してんのがね、一人のね、サバイバーが怪しい動きしてたんだよな。大丈夫かなっていう。はい、300円。一人食らった。まずい。やばい。担ぐ。つけちゃおう。ゲイ。さあ、残り一つ。そこね。待ってろ。そこ確認する。ロッカーで斧補充。よいしょ。よっよっ。なんだなんだ、なんで叫んでんの。あー、怪しい怪しい。アイアンメイデンだ。アイアンメイデン、アイアンメイデンで叫んでる。やっぱりやべえキラーだった。痛い。いいよ、直して。確かにね、同じサバ、そう、アーカイブ挑戦してるサバイバーがいると厳しいんだよね。
間に合んねえ。開いた。左肩タイム。助けて。来た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 。あ、やられた。あれがいわゆる害悪サバイバーってやつですか。普通にやられんのかい。まずいね。開けちゃいたいな。インザロッカしよう。ノー、そうだった。いてすっかり忘れてたわ。あーでもいけるか。あのフェインちゃんは出れるか。アイダムこれで1回分なんないですか。トーテム1個分なんない。これで4つ。フェンちゃんは大好き。18,000円。よし、はい、ナムナムしました。どれどれ、あと6個。6個ってことはもう最低2回だわ。やっぱりトーテム1回で5個、4個は厳しいね。なかなか手間がかかる。図工の時間は終わり、どういうこと。図工の時間終わり、どういうこと。ナムーナムー。あと2試合ですね、確かに。よし、今回はこんな感じかな。これ4回でいい感じだったらもう1回やってもいいかなと思ったんですけど、ちょっとあまりキリが良くないので今回はこの辺で終わりたいと思います。そう、この子アーカイブはね、お疲れんのよね。図工の時間は終わり、どういうこと。よし、あとまああとこれだけだからね。図工の時間終わり、どういうこと、どういうこと。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。次回はまあこの続きから、この図工の時間は終わり、どうやって、どういうこと。これをね、あの続きからやっていくか、あと5日でレベル2が解放するんで、それをやっていくか、まあそれとも昔のアーカイブをやっていくか、まあわかんないですけども、続きからやっていこうかなと思います。あと YouTube の方でもね、新しい、まあ最新作の動画とか、デッドバイデイライトもそうだし、バイオハザードもそうだし、あとライブもね。で、今回のあの、ジェイク・ディーのマイケルのやつ、YouTube の方にあげようかな。あの、マイケルの新教員範囲内で服壊すやつ。めちゃくちゃ難易度高いやつ。それあげようかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。また図工の時間してください。図工の時間は割と、どういうことどういうこと？トーテム壊すのは図工の時間なんですか？お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。次回の配信も来れたらいいな。ぜひ遊びに来てください。お疲れ様でした。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もね、デッドバイデイライトを実況していきますので、
あと生配信もねやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ、おやすみなさーい。